今朝のコメンテーター経済アナリスト森永康平さんです。森永さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。試合は近づいてきて、明日計量なんで、はい、もうちょっと地獄の1日が始まりますね。そうですか。まあ、今日はもう絶対に何も食べないっていう強い意志を持って、はい、夜岩盤浴に行ってきます。そこで何キロぐらい落とせばいいんですか。まあでも多分1キロちょっとなんで。あ、そうですか。まあ順調に来てはいますけど、来てますね、はい、そういう意味でもね、なので問題ないと思います。はい、今何食べたいですか。この間カツカレーが夢に出てきたんですよ。はい、別に普段カツカレーそんな食べてるわけじゃないんですけど、夢に出てきたってことは多分心のどこかで求めてる自分がいるんだなと思って、はい、計量終わったらカツカレー食べようと。カツカレーですか。あれ、前回は計量終わったら何食べたんでしたっけね。前回は もうシュークリームとかエクレア食べましたけど、ね、エクレアですよね。今回はカツカレー、しょっぱさが欲しい、ね、あ、今は気がします。そうです。塩分は取ってるわけですよね。いや、今はもう水出さなきゃいけないんで、塩分カットしてるんで。ああ、そうなんですね。そういう意味ではもしかしたらこう体が、そういうしょっぱいものを求めているのかもしれない。ボリューミーな。そうです ね、カロリーの高いものをくれよご主人みたいなことなんですよね。そうですね。もう言ってる今よだれがこう溢れ出てくる感じがしますね。そうですね、はい。ところで、そのスポーツ関係でいくと、スポーツ日本、ドジャースの大谷翔平選手、今日、韓国で行われますパドレスとの開幕戦を迎えます。プロスポーツ史上最高額、10年総額7億ドル、およそ1015億円での移籍。マミコ夫人との結婚など注目度が高まる中でのドジャースでのデビュー戦です。パドレスの先発となるダルビッシュ投手とは人生初めての対決です。メジャーリーグのスター軍団の中でも注目度は圧倒的な大谷翔平。グッズ売り場では他の選手の4倍の面積が割り当てられ、背番号17のユニフォーム、1人 1,2 枚の購入制限があっても午前中には完売です。韓国でも高い人気、圧倒的な実力、これはもとよりですね、この人格者としての側面、これを理由に挙げる人も多いそうです。いや、韓国でこの人気ですから、すごいですね。そうですね。やっぱりもう大谷選手はこう日本人だから、なんか日本人がすごいすごい言ってるっていうよりは、もう普通にメジャーリーグの中でも、はい、まあ、圧倒的な実力を出してるわけで、まあ、そういう意味ではね、日本人かどうっていうよりは、やっぱりこうアジアという地域で見ても、やっぱアジア人の誇りなんじゃないかなというふうに思いますよね。アジアという国でね、やっぱりどんなスポーツ見ててもなかなかこうアジアの人が活躍できないような場所で、そのアジア圏から人が出てくると、やっぱりその別に日本だとか韓国だとか関係なくね、はい、やっぱ支持されるっていう感じしますしね。まあ、だから日本でいうと今井上尚弥選手も、はい、ボクシングね、やっぱりね、その体が大きいアメリカの選手とかメキシコの選手とか、そういうのばかりがいるところに、はい、なんか一人日本人だけが階級無視した中で1位かもしれないって言われるぐらいになってるんで、井上選手もそうですし、はい、まあ、パッキャオ選手とかね、はい、もそうですよね。はい、だからやっぱりこう なんとなくこうアジアの中で活躍してくれると、日本と韓国とか中国と関係なく応援されますよね。はい、我々慣れっこになっちゃってますけれども、まあ、あの今シーズンはバッターに専念する大谷ですけど、はい、考えてみたら投げてそしてホームランをっていう。いや、そうなんですよね。いや、でも本当に10年20年ずっと野球を見て育ってきましたけど、はい、もうなんか時代が変わったなと思うのが、本当に僕小学生の時とかって日本人がメジャーリーガーになりたいとかっていうと、はい、まあ、ちょっとギャグっぽく聞こえるっていうか、何言ってんのぐらいの感じでしたけど、はい、今回はだって大谷選手がバッターで大注目されてて、はい、相手の先発は、ね、ダルビッシュで、ダルビッシュ、でしかもそのドジャースには山本由伸もいて、はい、パドレスには松井裕樹選手もいて、松井裕樹もいる、はい、パドレスすごいですよね。そうですね。そういう意味ではね、しかも別になんかこう記念みたいな感じで、はい、とりあえずメジャーでプレーしてますじゃなくて、もう主力として出てきてるわけですから、はい、本当時代は変わったなというか、それだけ日本のプロ野球のレベルが上がったんだなっていうのは思いますよね。そうですね。今までアニメ、まあ、私なんか巨人の星で育った年代ですけども、あの時は大リーグボール1号とかね、はい、2号とか、でもあれはピッチャー専念じゃないですか、ね、えで万中田が打ったりとか、なんかそういう世界ですよ。ドカベンだってバッターだし、となると投げて打つっていう漫画は
今私の頭の中にはそうですよね、そんなっていうかいなかった感じがしますよね。だから大谷選手の実話を漫画にしたとしても、野球を知らない編集者とか見たら、お前ボツだと、こんな選手いるわけねえだろと、漫画だからってお前ちょっと現実見ないこと書きすぎだって、逆に言われてボツになるんじゃないかっていうね、それぐらい普通に考えてもおかしいことをやって普通やってしまってるっていうね、はい、いやだって投げてもエース、打っても別にそのチームの中ですごいっていうよりはリーグ全体で見てすごいわけですし、そうですね、あとは足も速いし、そう盗塁もね普通にできちゃうので、今回バッター専念ということなので、はい、まあ三冠王とかね、60本以上打ってのホームラン王とか、はい、いわゆるトリプルスリーとか、はい、40-40とかですね、まあ、だからそれって絶対普通に今までだったら言っても冗談にしかならなかったのが、大谷選手の場合だとなんか別にやってもそこまで驚かないっていう、これがすごいなと思いますよね。そうですね、はい、時刻6時12分になります。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップこちら、日経新聞、金融正常化へ一歩、日銀マイナス金利解除。日銀は昨日の金融政策決定会合でマイナス金利政策を含む大規模緩和の解除を決めました。植田総裁は記者会見で、賃金と物価の好循環の強まりが確認されてきたと、17年ぶりの利上げに踏み切った理由を説明しました。当面緩和的な金融環境が継続すると考えているとも述べ、追加の利上げを急がない考えも示唆しました。日銀はマイナス金利の解除と同時に、長短金利操作、イールドカーブコントロールの撤廃と ETF 上場投資信託などリスク資産の新規買い入れの終了も決めました。マイナス 0.1% だった政策金利、0から 0.1% に引き上げました。日銀がマイナス金利を解除したことで、マイナス金利政策を採用する中央銀行は世界から消えました。8年続いたマイナス金利、このタイミングでの解除、森永さん、これはどうご覧になりますか。はい、私はまあこれまでもずっと言ってきたんですけど、はい、4月にやるのかなっていう説を唱えてたんですよね、はい、でただこれが実は3月にやってきたと、なのでそういう意味では若干驚いた部分はあるんですけれども、はい、まあ、ただこの植田総裁の会見であるとか、まあ、あとはその発表後にね出てきた日銀の資料とか全部読みましたけれども、なんか無理やり全部3月にやったなっていう、無理やり、なんかその後ほどね細かくは触れていこうかなと思うところであるんですけれども、まあ、根拠としてはその物価と賃金の上昇を確認するだけのデータとヒアリング情報があるという言い方をしてるんですけど、はい、いや何のデータを見たのかもよく分かんないし、ヒアリング情報ってなんだよって話じゃないですか、はい、まあ、これは日銀がねあの日本各地に支店があるんでそういうところヒアリングしてるって話だと思うんですけれども、いやなんかそんなに確認できるほどのデータってあるんだっけっていうところが疑問な中で、はい、まあ、そのマイナス金利の解除というところだけがこう報道されがちですけれども、まあ、合わせてまあ、そのイールドカーブコントロールの撤廃であるとか、はい、まあ、ETF やリートの買い入れをもう終了するとか、はい、まあ、あとオーバーシュート型の、ね、コミットメントもやめるとか、はい、まあ、いわゆるその異次元の金融緩和と言われていたものを軒並み全部同時にやめるっていう判断を4月じゃなくて3月にしたっていうあたりに、はい、まあ、僕は結構その強い意志を感じるというかね、はい、まあ、ある意味そのマクロ環境がどうであれ、それをやめることによって国民がどうなれ、はい、まあ、関係ないっていうか、はあ、とりあえずもうやめるんだっていうことをもう大前提として動いてたんじゃないのかなという印象を受けてしまいましたね、正直なところ。4月には日銀のリポートなんかも出てくるんですよね。そうですね、だから僕は4月説を唱えていたのは、はい、やっぱりこう4月に彼らのレポートの中で新しい物価見通しも出しますし、まあ、あとはその春闘もですね、今はその一時の部分しか出てなくて、はい、中小とかも含めた結果を全部見ようと思ったら3月いっぱいまで待った方がいいに決まっていますし、まあ、あとはもしマイナス金利を解除とかって話になった時に金利がドーンと急騰したりすると、例えば3月末に多くの会社って決算を迎えるんで、はい、そのタイミングの前に
例えば有価証券の含み損がドーンと膨らんでしまったりとかっていうことも全然あるじゃないですか、うん、はい、だその3月決算の企業が多いとかっていうことも考慮すると、もろもろ考えれば4月っていうのが、はい、やるなら妥当なタイミングかなって思っていたので僕はずっと4月って言ってたんですけども、だそれをね、そういう弊害がある可能性も見えている中で、はい、あえて3月にやった、そして先ほど言った通りもうほぼほぼ全てのパッケージを同時にやめたっていう、はい、ところにはなんかそれを正しかったでしょっていうだけのデータがあるというよりは、もうなんかシナリオとして、あもうね、もうや早くやめたいっていうのがあったんじゃないかなという印象を受けましたね、はい、で昨日の日経平均株価はですね、うん、4万円台になりまして、まあ、上がったんですが、これは森永さんどうしてなんでしょう、うん、まあ、そもそも問題ではあるんですが、今回相当な勢いでお漏らしをしてたわけですよね、はい、リークしてました、うん、お漏らし、まさにお漏らしですよね、しかもその一般的なお漏らしっていうのはこう意図せず出ちゃうのがお漏らしだと思うんですけどそうです、ね、多分意思を持ってお漏らししてるんでそれってちょっとどういうそれちょっと反則ですよ ね、 そうですね、ただまあ、どれぐらい意図的なお漏らしだったかっていうと、本当月曜日とかの段階でまだ会合2日目終わってないのに、はい、もう利上げ決定みたいな、要はそのマイナス金利解除へとかなんとかの見通しじゃなくて、決定っていうタイトルの記事が出てたぐらいなんで、まあ、そういう意味で言うと、まあ、僕はお漏らし論外だと思ってますけど、はい、まあ、ある意味それをすごいかっこよく言えば市場との対話をちゃんとやってたって意味で、そういう、はい、もうだって昨日の一昨日か一昨日の時点でイールドカーブコントロールの撤廃とかマイナス金の解除とか全部書かれてましたから、そうです、ある意味報道通りだったわけですよね、はい、そういう意味で言うと相場からすると、うん、要は下がるときってやっぱ意外感、サプライズが起きたときにドーンと下がるわけですが、もう意図的なお漏らしを1週間前ぐらいからしまくってたので、はい、そういう意味ではもうマーケットが織り込んじゃっていたし、ね、まあ、あと上田総裁の会見なんかを見ていても、まあ、要は今回の、まあ、一連の変更したとしても緩和的な環境にあることは変わりないっていうのをすごく強調していたんですよね、だからマーケットからするとまずサプライズがなかったということと、まあ、とはいえ日銀曰くですよ、僕はそうは思わないけど緩和的な環境が続くことには変わりないという上田さんがあれだけアピールしたので、はい、そういう意味では相場参加者、市場参加者は安心したそういうっていうところで上がったんじゃないかなと思いますね、はい、またあの後ほど詳しくお話ししていただきます、はい、続いてはこちら、日経新聞、三菱 UFJ と三井住友普通預金の金利を 0.001% から 0.02% に、日銀のマイナス金利政策の解除に伴って三菱 UFJ 銀行と三井住友銀行、昨日普通預金金利を現在の20倍の 0.02% に引き上げると発表しました。大手銀行や地方銀行はマイナス金利政策が始まった2016年2月に預金金利をそれまでの 0.02% から 0.001% に引き下げていました。政策金利がプラス圏に浮上することで預金金利も金利のある世界に戻すと、3メガバンクが普通預金の金利を引き上げるのは日銀が最後に利上げした2007年以来17年ぶりです。三菱 UFJ 銀行は21日明日から、三井住友は4月1日から普通預金の金利を 0.02% に引き上げ、マイナス金利導入前の水準に戻します。みずほ、りそなもこの動きに続くということなんですが、この大手銀行の金利引き上げ、これは森永さんどう見ますか？まあそうですね、ニュースなんかで言うと20倍に引き上げるっていうからなんかすごそうに見えるけど、ね、0.02% 回っていう、まあでも一方で住宅ローンの金利に関しては、はい、今時点ではそんなに今回の件だけで上がるってことはないだろうなと思うんで、まあ、そういう意味ではローン金利がそこまで上がらない中で、はい、一応金利が上がるっていう意味では、多少、まあ、もちろんその人の資産のあり方にもよりますけど、まあ、多少なりともプラスに動く人も中にはいるかなぐらいの感じですかね、はい、20倍が 0.02 ってのはちょっと、そうですね、ちょっとなんか詐欺っぽく感じましたね本当です、はい、時刻6時20分です。おはようテラちゃん。
時刻6時31分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。人材サービス大手のエンジャパンが昨日発表した2月の派遣社員の募集時平均時給は三大都市圏関東東海関西で前の年の同じ月に比べ26円 1.6% 高い1683円でした。18ヶ月連続で前の年を上回っています。新年度に向けた募集が本格化し、春季労使交渉で正社員らの大幅な賃上げが広がる中、企業は派遣社員の待遇改善にも動いています。経済活動が活発になり求人が増加していて、2月の募集は新型コロナウイルス前の2019年同じ月のですね、水準を初めて上回った形です。時給上昇の背景を見ますと、人材確保に向け競争が激しくなったことがあります。求人の増加に伴って採用や人事業務の補助、新年度に向けてパソコンなど IT 機器の事前準備に携わるスタッフの募集などが目立ちました。求人情報サイト円派遣サービス責任者は、積極的に派遣という働き方を選ぶ人が増えていると強調しています。正社員などと比べ勤務時間などを選びやすいことが理由だといいます。常時在宅での勤務を希望する人も増えているという、まあ、こういう発言があるんですが、これはどう森永さんご覧になりますか？まあ、そうですね、人手不足の中で賃金が上がっていくっていうのは、まあ経済全体にとっては賃金が上がっていくわけですから非常にいいことだとは思いますけどね。ただ一方でその正社員に比べて時間が自由だからっていうところで、まあ派遣だったり非正規を選ぶっていう人が増えてるっていうのは、ここ最近結構いろんなところで報じられてはいることなんですけども、なんか若い人でも結構そういう人が増えてるっていうことも言われてるんですが、ちょっと僕なんかが思うのは、やっぱ正社員は確かにその時間の融通が効かないとか、はい、まあ、そういう面倒くさいところはもちろんあるのは、私も10年ぐらいやってましたから分かりますけど、まあただ一方でやっぱ良さもあるんですよね。はい、まあ確かにその20代ぐらいだったら別に正社員じゃなくてもなんかいいじゃんって思う気持ちも分からなくもないんですけども、やっぱこう年齢を重ねていくとね、まあ、正社員じゃない僕へのもあれですけど、はい、正社員の良さ、はい、良さをね、みたいなのもあるわけで、はい、なんかそのあたりはね、ちょっとなんか若い人は特に真面目に考えてほしいなっていうふうに、はい、思いますけどね。まあ、そういうこと言うと老害だとか言われそうな気がしますけどでも以前ね、景気のいい時はこういう、ね、形で自由に行きたいんだと、はいはい、やりたい時に仕事をして、ね、その他のこの時間は自分で使いたい、好きにって、それは景気が良ければ次の仕事もあるけど、まだなんかそういう状況には戻ってないわけですよね。そうなんですよね。でもあと別に正社員でも最近はリモートワークとか全然 OK なところ増えてきてますんで、そういう意味では別に時間とかね、働く場所とかっていうのが昔ほどは固定されて、ね、もちろんそう、未だに固定されている職種とかもありますけど、そういう意味では選択肢はかなり広がったんで、はい、まあその正社員の良さという部分にもね、目を向けて上で、向けた上でこう選択していってほしいなっていうのは若い人には特に思いますけどね。はい、まあ、最近は正社員でも副業 OK ですなんてところもね、最近かなり増えましたよね。だから昔に比べれば非常にそういう意味では緩くなった、いい意味で緩くなってますからね。よりこの自由な時間も使いやすいという感じはするんですけれども、まあ、こういうこの人材サービス大手のエンジャパンのこういう発言もありました。また後ほどお話伺います。時刻6時41分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。朝日新聞から、自民党派閥の裏金事件をめぐり、党総裁である岸田総理は自身と二階派会長の二階俊博元幹事長を処罰対象とする検討に入りました。安倍派幹部を含む政治資金収支報告書への不記載があったことが分かっているおよそ80人と合わせ4月上旬にも処分する方針です。
総理は岸田派会長を務めていた際の不記載で派閥の会計責任者が立件されたことから自身の責任は免れないと判断。二階氏は二階派の会計責任者や二階氏の秘書が政治資金収支報告書への不記載で立件されています。党の処分は重い順に除名、離党勧告など8段階に定められています。で、安倍派幹部については党員の資格停止、選挙における非公認とする案が浮上していて、二階氏も同じ程度の処分という見方があります。一方総理については役職停止以上の重い処分は課せないと、2番目に軽い戒告以下にせざるを得ない、こういう声も出ていると、このように朝日新聞には、書いてありますけれど、このあたりどうなっていくのかですね。このね、例の裏金事件に関しては、国民のアンケートなんかいろんなメディアがやってるのを見てみると、全くこう説明責任を果たしてないという、ことを言う国民が非常に多いというアンケート結果を見ますけれども、今回もこれはあくまで処罰対象とすることを検討するって話なので、別にこのニュースを見てどうって話じゃなくて、実際にその出てきた、処罰の内容、これを受けて国民がそれで良いとするのかっていう話になってくると思うんですよね。ただ岸田さんが自身にもっていう話になった時何をするのかっていうことで、先ほどね記事の中では、そんなに首相に対しては重い懲罰っていうのはできないんじゃないかっていう話がありましたけれども、このあたりもどうなのかなっていう、結局その大物に対しては全然軽いちょっとした注意程度で終わるんであれば、なんかある意味パフォーマンス、そうですね、やりましたという、処罰したんだから文句ないだろうみたいな形に移ってしまいますから、やるならちゃんとやるっていう姿勢をしっかりと見せるべきですよ ね、 そうですね。ただ岸田さんがもうなんかごちゃごちゃ言われてめんどくさいなと、首相やってたくないなと思って、自身離党勧告みたいな、そういうウルトラシーをウルトラシーしたら、ちょっと面白いかなって思いましたけど、ね、おっというふうにはなりますがね、でもそうなったらそうなったら逃げたって言われるのかもしれませんね。さあ、それではここからは日銀マイナス金利政策を解除、異例の金融政策を転換、こちらについて森永さんに伺っていきます。日銀は今日まで、開いたですね、昨日まで開いた金融政策決定会合でマイナス金利政策を解除し、金利を引き上げることを決めました。日銀による利上げはおよそ17年ぶりで、世界的にも異例な対応が続いてきました。日本の金融政策、正常化に向けて大きく転換することになると。このあたりは改めて森永さんいかがですか。先ほど触れましたが、私はもともと4月にやるんだろうなと思ってましたが、3月だったと、で、なんでその4月かっていうのをもう一回言うと、賃金と物価の好循環を確認してからやるっていうのが上田さんがもともとおっしゃってたことなので、そうすると春闘の結果をしっかりと見た上でってなるのかなと思ったら、昨日の会見を見ていると、大企業の賃金の動向を見ると中小企業は少し弱いということはあっても、全体としてある程度の姿になるんではないかということで今回の判断に至ったっていう言い方をしてるんですよね。そういう意味で言うと若干こう見切り発車というか、大企業は強いし、中小も大企業よりは弱いって言ったってそれなりに上がるだろうという感じで、いわゆるその車でいうとこのだろう運転、上がるんじゃないのみたいな感じでもう行っちゃったっていうのを見ると、やはり もうこのマイナス金利政策みたいな、要は異次元の金融緩和と呼ばれるものは、もう個人的には多分やりたくない、さっさとやめたいっていうのがかなり強かったんじゃないかなっていう気がしますね。これですから、その植田総裁の発言をこう見聞きしてるとですね、日銀がその考える 2% 物価目標、安定的持続的に達成できる状況ってのは何なんだろうっていう、そんなところ疑問が湧いてくるんですよね。おっしゃる通りで、実際彼ら日銀自身が出してる物価見通しを見ても、2年ぐらい後の物価見通しはもうすでに 2% を下回るって自分たち言ってるんですよね。ただその 1,2 年しか続きませんっていうものが安定的かつ持続的なのかっていうところは僕はちょっとよくわからないですし、自身の会見の中でも中小がどうなるかちょっとまだわかんないけどって言ってるわけなんで、だそう考えるともうなんか結
果ありきだったのかなという気はしますけどね、はい、そうですね。あとその物価と所得の好循環というね、うん、今だから好循環して しつつあるですか、うん、していると、まあ、この判断、これもどうなんだろうなっていうところもありますし、そうですね、あともう一つはだから春闘の賃上げ率、まあ、これも大企業の、はい、まあ、5. 何パーセントっていうのは出てきた、うん、これだけで判断したんだっていうですね。そうですね、まあ、確かに中小もある程度体力あるところはそこに続いていくっていうのは、まあ、それは事実だと思うんですね。逆に中小が一切上げないってなると人が抜けていってしまって、はい、今度は人手不足倒産とかってなるわけですから、まあ、だからその大企業を上げていく中で体力のある中小はついていくだろうっていうその判断自体は別に誤ってはないと思いますけど、はい、ただ見ない段階でいったっていうところに対して、まあ、やはりその結論ありきだったんだろうなっていう気はしますね。何度も言いますがだから今の日銀は結果的に 2% の物価安定目標を達成したと思ってるってことなんでしょうかね。達成する、まあ今事実上ね物価だけを見ればもう 2% 超えてるわけですから、はい、まあただその物価の変動率だけを見て、はい、デフレを脱却したって思うのは、それはでも本当に素人判断っていうか、はい、ほとんどその専門家を名乗る人で物価の変動率だけ見ますなんて言ってる人は多分いないはずで、だそういう意味で言うとやっぱりその結論がありきだったんだろうとしか思えないんですよね、はい。まあ、今回のこのマイナス金利政策の解除ですけれども、これこのまま森永さん日本の景気ってのは上がっていくんでしょうか。まあかなり僕は、まあ、ちょっとハテナだなと思っていて、明らかにその消費は弱いっていうのはデータを見たら明確なんですよね、はい、でその上田さんが今回のマイナス金利の解除含めてもろもろやめますって言った根拠として冒頭に出てきてるのが、やはりその最近のデータやヒアリング情報からは賃金と物価の好循環の強めが確認されてきておりって言ってるんですけども、ただ例えば GDP の中の内需項目ですね、消費とか民間の投資とか見たりとか、あとは家計調査の消費支出、またはその厚労省が出している、実質賃金、まあ、別にこれ名目でもいいですけど、はい、まあ、こういうのもろもろ見たときに内需特に消費が強いとは到底思えないんですよ、はい、だからまず最近のデータやっていうけどデータを見る限りですよ、まず消費が強いってどう判断したんだろうっていうのは謎だし、そしてさらにヒアリング情報っていうのも多分日銀が持つ各視点でのヒアリングなんだと思いますけど、はい、まあ、私今ねコロナ落ち着いてから全国で講演させてもらって、はい、いろんなところの中小企業の社長にお話直接聞かせていただいてますけど、はい、いやなんか彼らから聞く話でそれはね儲かってるっていう会社さんもありますし、賃上げするよって言ってる会社さんももちろんいますけど、やっぱりでも価格転嫁が十分できなくてきついとか、はい、人手不足がきついとかそういう話もやっぱり聞きますから、なんかこのデータとかヒアリング情報から決めたっていうところが弱い、はい、論拠が弱いんじゃないかなって思うんで、そうするとやっぱこういろいろ考えたらもうマイナス金利やめるっていう結論がそもそもあって、そもそもね、後付けでいろいろ言ってるだけなんじゃないかなっていうふうに思ってしまいますよね。はい、さあそれではですね、岸田総理の発言をちょっとご紹介しましょうか。異次元の金融緩和政策について現下の情勢を踏まえた新たな段階へ踏み出すと同時に前向きな経済の動きをさらに確実なものとする観点から緩和的な金融環境が維持されることになったことは適切である。その上でデフレからの脱却を宣言するには総合的な判断が必要だ、このように発言したんですね、うん、そうですね、だから僕がさっきしてきた通りで、物価の変動率だけを見てデフレ脱却っていうのは専門家ではいないだろうと、はい、だから岸田さんの総合的な判断が必要だっていうのはごもっともで、物価の変動率だけを見て 2% 超えてるからデフレ脱却だっていうのはありえなくって、はい、ここはもう岸田さんの言う通りなんですね。需給ギャップだったりとか、もろもろのデータを見た上で総合的に判断するとまだ完全にデフレ脱却をしたとは言いづらい、はい、故にこのタイミングで金融緩和をやめていくっていうのが不思議なんですよね、はい、でただ岸田さんも多分上田さんの発言に引っ張られたんだと思いますけど、金融緩和の事実上の緩和環境は続くんだっていう話で、はい、
でこれはどういうロジックかっていうと、まあ正直マイナス金利やめたところで、結局短期のレートで言っても0から 0.1% ぐらいだし、はい、まあ、イールドカーブコントロールやめたところで今時点では 0.78% ですよね、10年債でも、はい、だから全然金利低いじゃんということで、多分緩和的だっていう話が上田さんが言ってることだし、引っ張られて岸田さんが言ったことだと思うんですけど、ただだったら別に今特に何もする必要なかったじゃんっていうふうに思うんですが、あえて今回そのね、金融緩和の形から少し引き締める方向に動いた事実があるってことは、結局投資家とかはね、先を読んで、じゃあ次の利上げいつなんだみたいな話になっちゃうわけですから、なんかますますよくわからないですよね、このタイミングで全部の緩和策を切ったっていう、ここが本当に不思議だなと思いますね。これ金利上がるとすると、まあ、お金借りづらくなって個人消費回復するのかどうかって、このあたりはどうなんでしょう。まあ、その極端に上がることはないと思いますよね、消費に関してはね、絶対下がる要素の方が大きいですよね、金利が上がるわけですから、はい、ニュース最前線でした。ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチュン。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。日本銀行は昨日まで開かれた金融政策を決める会合でマイナス金利政策を解除するなど大規模な金融緩和策の見直しを決定しました。森永さん、マイナス金利の解除、 お父様の森永卓郎さんはどう受け止めてるんでしょうね。これはたまたまちょっと昨日親父の見解を聞く機会があったんですけども、はい、親父が言ってたのは、まあ、やっぱその金融機関に対する、まあ、忖度っていうかね、はい、まあ、確かにそのマイナス金利をやめれば銀行とかは、まあ、儲かるって言ったらちょっと変な言い方になりますけども、まあ、当然利益は増えるわけですよね、はい、貸し出す時の金利が増えたりとか、今まで払ってたマイナス金利ですから預けとくと払わなきゃいけないっていう、それがなくなるわけなんで、まあ、そういう意味では銀行からすると美味しいわけですよね。だって別に融資をする際の仕事って金利水準関係なく同じことやるわけですから、はい、同じことやってんのに取れる利ざやが増えるってことですから、はい、そういう意味では結構その僕はマクロ政策としてどうなのっていう指摘を結構いろんなところでしてますけど、親父はなんかその銀行儲からせたいだけだろうみたいな、そういう話をしてましたね、はい、で昨日は日経平均株価4万円台回復です。日銀の金融政策決定会合でマイナス金利は解除も緩和は継続と、まあ、こういうふうに決まったため円安が進行、輸出関連株が買われました。終わり値18日より263円高い4万3円、こちらで取引を終えています。そんな中ですね、現在というか、今1ドル150円くらいですもんね。この金利を引き上げても株価が上がっているということ、改めてなんですけれども、うん、森永さん、これどうしてなんでしょうか。まあ、これやっぱり事前にお漏らししまくったんで、ね、相場からすると、はい、まあ、意外感がなかった、はい、もうだって普通にマイナス金利の解除から ETF の買い入れ終了とか、はい、イールドカーブコントロール撤廃、はい、全部報じられてましたからね。そうでした。そういうのサプライズが結局なかったっていう安心感もありますし、新しいもの何も出てこなかったですよね。そうですね。あと上田総裁がもうひたすら緩和的な環境が続くっていうのをアピールしまくってたんで、強調して、はい、まあ、それで円安も進んだし株も上がったっていう話だと思うんですよね、はい。そしてその市場空前の株高ともいえる状況に大喜びの人も、まあ、少なからずいるかと思いますが、森永卓郎さんはですね、一貫してバブルは弾ける、まあ、こういうふうに発言しています。 YouTube 番組のニュースピックスですね、こちらで森永親子が討論しました。まあ、これがすごいですね。そうなんですよね、視聴回数前編後編と出てるんですけど、はい、前編の方は親父が新NISAやるなみたいな、はい、サムネの動画で公開して1週間でも121万再生とかになってました、ね、私もこれ見ましたけど、なんかいろんな方も見てくれてたみたいで、まあ、でもなんか皆さんから親子漫談とか親子経済漫談とかすごい言われましたけど言われましたか。そうですか。で森永卓郎さんはですね、今の株価はかつてないほどのバブル状態になっているとして、このアメリカの株価
はい、このアメリカの株価っていうのは人類史上最大のバブルになっていて、これがもうすぐ弾けると思いますとお父さんコメントしました。まあ、すでにバブル崩壊の予兆も見られると強調し、そこら辺の主婦が稼いじゃいましたみたいなのが出てくるともう危ないんですよと述べ、バブルが弾けるのは時間の問題だとしています。番組の中で何度もですね、ものすごい危険、この言葉を強めていたほどでして、森永氏、これから世界中の株価が10分の1程度になることも視野に入れている、まあ、このようなコメントもされていました。10分の1、日経平均株価4000これあり得るんでしょうか。これどんどん過激化してまして、もともとはなんかこう半値ぐらいになるんじゃないかみたいな。いやでも半値は、まあ、あんまりそのぶっ飛んでないんですよ。だって4万円から見て半値って2万円で、2万円だ。日経平均だってついこの間までは2万円台だったわけですから、そうでした、はい、半値ぐらいで止めとけば、まあまあまあ、まあ現実にも帯びるけど、10分の1とかって最近言い出したんですよね、はい、でこれは多分もうちょっと気持ちよくなっちゃってて一回言ったら激しく言うとマスコミが取り上げてくれるじゃないですか、はい、だから若干こうなんて言うんですかね、もう麻薬みたいになってもうもっともっと刺激的にみたいになって、最近はもう10分の1だみたいなことをやっぱ言い出して、で実際にそういうこと言うとこうやって動画が回ったりする事実がまたあるわけなので、はい、なんかね、見る側の問題でもあるなって最近思うようになりましたでも、森永卓郎さん、よし俺のチームジェット気流に乗ったなって思ってるでしょうね。まだちょっと若干こうバブル来てますね、はい、お父さん自体がねバブルが来てます。バブル、あんたがバブルだという感じですか。はい、間もなく7時です。今朝のコメンテーター経済アナリスト森永康平さんです。ファストフードチェーンのですね、ケンタッキーフライドチキンを傘下に持ちます日本 KFC ホールディングスが昨日1985年のプロ野球阪神タイガースのリーグ優勝の時に熱狂したファンによって大阪道頓堀川に投げ込まれて行方不明になり、2009年に発見されたカーネル・サンダース人形が今月8日に住吉大社で供養されたと発表しました。KFC ホールディングス、日本 KFC ホールディングスは、老朽化によりこれ以上の保管が厳しいと判断したと説明しています。人形は道頓堀川で発見された後、こちら日本 KFC ホールディングスに返還されました。でその後東京都渋谷区にあった本社や大阪市内のオフィスなどで、展示されていました。供養のため人形納めを行い、半次社長らが参列をしたといいます。タイガースファンの過激派に道頓堀川に投げ捨てられたカーネル・サンダース人形、どういう気持ちでいるんでしょうね。ほっと一安心なんでしょうかね。しかし投げ込まれたっていうのはなかなかすごいですよね。お前も飛び込めみたいな感じで飛び込まされちゃったわけですから。まあでも1985年のリーグ優勝時に投げ込まれたってことは、はい、僕1985年生まれなんですよ、はい、だから すごい間放置されてたんだなっていう気がします、ね、だって発見されたのが2009年ですから ね、すごいですよね、ずっと行方不明だったの、でおそらく川でさらったら出てきたってことですものね。逆に言うとね、その、そうやって救ったりしないと20何年間も見つからないぐらい汚いってことですよね、はい、だってめちゃくちゃ水きれいだったら、はい、こんだけでかいものが入ってたらすぐ見つかるじゃないですか。透明度高かったらねって考えると、そこにみんな飛び込んでるのかって思うと、まあ、嬉しい気持ちは分かりますし、飛びたく込みたくなるのも分かるけど、なんかそのちょっと衛生面でね、はい、病気に気をつけてねってちょっと思っちゃいますね。ですから何かね、この阪神タイガース、ま、昨シーズンなんかも優勝して、っていう時に、まあ、何人かおそらく飛び込んだはずですよね、はいはい、なんかいい写真が撮れてて、ツイッターでバズったりしてましたもん ね、 あそうですよね、飛び込む瞬間の写真がね、でもその時の注意としては、まあ、危険は危険、それに水質も、やはり決して綺麗とは言えませんと、大腸菌とかねやっぱりいるわけですよ、はい、で、まあ、今森永さんご指摘の通りヘドロのこのね中にうずもれてたってことなわけですから、まあ
これで、この人形を保管してきた日本 KFC ホールディングスは、奇跡の生還を果たした人形とお別れすることは非常に残念ですが、プロ野球ファンをはじめ多くの人に愛されてきた人形にはありがとうの気持ちでいっぱいですとしています。川に投げ込まれて愛される、改めてタイガースファンの熱意の凄さを知らされる、こんな指摘もあるんですね。そうですね、でもなんか KFC ホールディングスすごくところが深いなと思うのは、いやそもそも投げんなよって、いやそうですよね、普通は言うべきですけどね、感謝しますってすごいな、いやいやね、これ、訴えてやるぐらいのことを言ってもおかしくないくらいですから、普通に考えたって店の備品を勝手に投げ込まれて、ね、投げ込ましちゃったっていうね、ふざけんなって話ですけど、まあそれが笑い話にできるぐらい、まあ、むしろ名物化してしまったっていうね、はい、まあ、でも今年ももしかしたらね、はい、タイガースはどうですか今年。いやでもやっぱりタイガースは一つのこう優勝候補なんじゃないかなって思いますよね。まあ、ベイスターズもなんかオープン戦見てると、はい、バッター陣はすごくいいなって思いますね。はい、なんか若い子たちも打ちまくってますし、だピッチャー陣がやっぱ、うん、怖いですよね。あーはー、今永というね、絶対的な左のエースが抜けました、メジャーに行っちゃいましたし、はい、まあ、バウアーも、ね、バウアー、はい、結局今のところ去就が、はい、まだ分かってないですね、まあ、なんかメキシカンリーグでなんか短期契約したみたいなニュースは見ましたけど、まあ、だから左右のね、まあ、はい、ある意味勝ち頭が抜けてしまったわけですから、そこをなんとかしてくれそうかなと思ってたうちの一人が昨日、トミー・ジョン手術しましたみたいな報道が出てて、おいおいおい、大丈夫かと。となるとこれトレードっていうのがあり得る。いやもうだから打って勝つしかないんじゃないですか。ああ、もう打って打って打ちまくる、うん、もうだから別に5点取られたら6点取りゃいいんだぐらいの、すごい、もう超火力重視の打線で行くしかないですよね。なんかその昔の中日みたいなこう1点を守りきるみたいな試合は多分今年のベイスターズにはできないんで、もうとにかく点を取る、うん、ぐらいしかできないんじゃないかなと思いますね。はい、ただでもね、今年はベイスターズちょっと変わってまして、ほう、今まではこう鈍足軍団だとずっと言われてたわけですよ、盗塁ができないバッターばっかだったと、はい、でも今年のオープン戦はベイスターズダントツで盗塁してるんで、ちょっと火力も上がってるし、はい、盗塁もすればね、攻撃面はかなりいいかなって思うんで、かき回してバーンね、うん、だそう考えるとやっぱりもうピッチャーは諦めて、はい、いや諦めもう10点取られたら11点取るんだぐらいの点差で気持ちで最悪でも引き分け、そうです ね、打たれたら打ち返すっていう、ほうほう、あのこれはちょっとね、僕もあさっての試合はその感覚で行こうと思ってるんで、あさってもう森田さん自身の試合ですよ、ボクシング、なんかそんなにクレバーな試合をするつもりはないので、はい、まさに今年のねベイスターズのように、はい、打ちまくる、打たれたら打ち返す、なんかこれまではねもうベイスター愛がもう前面に出てましたけど、はい、もう自分もアスリートになっちゃったから、そうなんですよね、格闘家にね、でも改めて皆さんすごいなって自分でやると思いますよね。はあ、いや本当練習してても怪我するし、あ、コンディション整えようとしてもうまくいかないしみたいな、そんな中での試合、いやだからアマチュアの僕ですらこう思うんだから、はい、あのプロのトップ戦線でやってる人たちって本当すごいなって改めて思いますよね。でね、食べたいもん食べてるわけじゃないでしょ、うん、やはりカロリーコントロールしたりトレーニングだって厳しいし、ね、だからよくね大谷選手がこう何もただ茹でたパスタに塩だけかけて食べてるとか、はい、えー、ダルビッシュ選手が本当にサプリいっぱい飲んで栄養とか気にしてるみたいなのはニュースで見たりしますけど、やっぱ一流の選手って練習してるだけじゃなくて食事とかね、はい、そのあたりもすっごい気使ってるんだなっていうのを改めて思いますよね、やっぱりね、うん、大変なんでしょうねその世界で極める、もしくはその上位の人は才能とかセンスだけでやっていける世界じゃないってことですよね、うん、そうですね、努力、うん、ね、それも日頃のということですね、はい、時刻7時15分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら、日経新聞、政府構造改革進まぬ11年、脱デフレ宣言及び腰。
日銀はマイナス金利政策の解除を決めましたが、政府はまだデフレからの完全脱却を判断していません。再びデフレ状態に戻る見込みがないことなどの条件を満たしていないと見ているためです。政府は足元でも対症療法的な物価高対策を続けていて、11年前に日銀と約束をした経済の構造改革は進んでいません。政府は足元の経済状況を今はデフレではないとは評するものの、デフレ脱却宣言には慎重な姿勢を貫いています。政府が脱却を判断するために設定した4つの指標を満たせていないという統計的な理由からだといいます。まずこの GDP 消費者物価指数と国内総生産 GDP で見たインフレ率の指標である GDP デフレーターは前の年を上回るプラス圏で推移します。ただ経済全体の供給と需要の差をこの表す需給ギャップ、こちらが2023年10月から12月期までに4半期連続で需要不足です。で、企業が一定量の物やサービスを提供するのに必要な賃金を示す単位労働コストも一進一退の状況です。脱デフレ宣言できる日はいつになるのかということなんですが、森永さん、このあたりはどうご覧になってますか？はい、まあ、この脱デフレに対してですね、及び腰っていうのは、まあ、ある意味正しい、はい、やっぱりこの先ほどもちょっと触れましたけど、総合的な判断をしなきゃいけないので、物価の変動率だけを見て 2% 超えてるからもうデフレじゃないですねっていうのはあまりにも素人考えであると、はい、まあ、そういう意味で言えば今この瞬間にもうデフレは終わりましたと言って、もうインフレ時の財政政策金融政策を取るべきではないと思いますから、逆にまあこの政府側のこう慎重な態度っていうのは、まあ、そこまで叩かれるような話ではないのかなと思いますけど、はい、ただ一方で昨日ですね、マイナス金利を解除したわけですよ。で、日銀としてはその別にマイナス金利解除したぐらいだったら緩和的な環境続くって言ってますけど、うん、とはいえ引き締め方向に動いたのは事実なわけ で、はい、そうなるとその政府側と日銀の足並みが少しずれてるんじゃないかなという印象を受けますし、なんでそうしてしまうのというところですね。もちろんその日銀にはね、一応独立性があるっていう一応まあ建前もありますし、はい、まあ、とはいえ日銀と政府が逆の方向を向いていいことは あったんだっけっていうのは、何よりも我が国日本が一番それダメでしょっていうのをずっと見てきたわけなので、はい、ちょっとこれがずれているっていうのはまああんまり良くないことだなと思いますね。まあ、これまではその大規模緩和で、まあ、日銀が、はい、頑張っていたと、うん、でも一方で財政の方が思ったほど頑張ってくれなくて、それでうまくいってこなかったという事実がありましたものね、うん、そうですね、だから今回はその、まあ、逆になるのか、実は、まあ、ちょっと後ほど触れるかもしれませんが、はい、財政側も引き締めようとしているので、はあはあ、まあ、ちょっと先行させて日銀が引き締めに行ったっていう最悪のパターン、はい、要はこの後むしろダブルの引き締めっていう方向かも、まあ、シナリオとしてはあるのかなと思いますね、僕は、はい、で昨日日銀がですね、マイナス金利政策解除を決めたことを受けて経済界からは評価する声が相次いでいます。経団連徳倉会長、記者団の取材に、適切な時期に適切な政策を実施した、そしてと述べました。大規模緩和の転換でようやくカンフル剤でのぬるま湯の時代が終わった、まあ、こういうふうに評価をしたといいます。もう少し詳しく言うと、徳倉会長は、これからがまさに正念場、企業はチャレンジしてイノベーションを起こしていくというスピリッツを持つべきだ、カンフル剤でぬるま湯の時代が終わった、いよいよそこから出て歩き出すというね、まあ、こういうことを、うん、おっしゃってました。一方、経済同友会の新浪代表幹事はですね、今後の金融市場の正常化に向けた新たな一歩、まあ、こういうコメントを出しています。正常化に向けて、まずは実質賃金がプラスに転じ、かつ継続していくことが鍵となる、まあ、こう指摘をしたということなんですが、これぬるま湯の時代は終わったってことなんですか？まあ、何をもってぬるま湯って言ってるのかよくわかんないんですけども、ただやっぱりこのマクロ経済の政策の話に、こういうやっぱミクロの世界で成功した経営者を
入れると、はい、わきゃかなと言い出すっていう話なんですよね。ねで、まあ、もちろんその企業間での話をすれば当然そこには競争があるわけですし、はい、まあ、勝ち残れないところは淘汰されていく、これがまあ市場主義であるし、まあ、実際民間の企業はそういう競争の中で日々戦っているっていうのはこれ事実ですよね。でそこで勝ち残った人たちっていうのはある意味そのミクロの経済活動の勝者なわけですから、はい、若干発想がこう体育会系になるっていうか、弱いやつはダメ、はい、強いやつが偉いみたいな、そういう話になるんですよね。でまあその企業活動としては別にそれでいいんじゃないって思いますけど、でもそれをマクロ経済の政策の話にこうやってリンクさせるとわけわかんないことになっちゃう、はい、だからその金利なんか引き上げればいいんだと、それで耐えられない会社なんかさっさと潰れちまえって、それは別に一企業の経営者がこうスパルタというかね、まあ、そういう大会系な発想を持つのは全然いいですし、その結果勝つのはいいけど、マクロ経済の政策っていうのは別にそういう話じゃない、誰が負け組で誰が勝ち組でっていうのって決めるわけではない、どれだけ多くの人を救えるかみたいなことを考えるのがマクロ政策なんで、なんかぬるま湯だからけしからんって、別にその勝手に一企業の経営者が思うのは自由だしそれでいいんですけど、いやそれ政策に当てはめなくてもう良くないっていうふうに僕は思いますけどね。経団連徳良会長の発言ですからね、そうですね。だからこの番組でも何度か指摘してますけどね、なんかどうもその国内の企業の経営者を有識者としてね、まあ、こう経済政策に絡めるとろくなことがないんですよ、だからまあなんか別にね、なんか口出しするなとかっていう気もないし、各自がいろんな思いがあるのは別にそれは自由だと思いますけども、ただやっぱりそのミクロの経済とマクロの経済っていうのは全然違うんだというところは最低限の意識づけとしてみんなに持ってほしいなと思いますよね、続いてはこちら。読売新聞、国債費増、財政圧迫の懸念。日本銀行のマイナス金利政策の解除を受けて金利が上がれば、発行済み国債の元利払いである国債費が増え、国の財政を圧迫する懸念が出てくると。低利で国債を発行できたこれまでの状況が変わることになり、政府には金利のある世界に合わせた財政健全化の取り組みが求められると出ています。国債などの発行残高が2024年度に、GDP 名目国内総生産の倍近いおよそ1112兆円を見込み、先進国最悪の水準にある政府にとって金利上昇は頭痛の種にもなりうると。24年度予算案の一般会計総額は 112.6 兆円で、国債費は歳出のおよそ4分の1、27兆円を占めます。このうち利払い費は 9.7 兆円です。毎年度の利払い費は伸び続けていると言います。国債費の増加ということなんですが、森永さん、これいかがですか。まあ、なので先ほどですね、日銀に先行させて引き締めさせて、その後ダブル引き締めの懸念があるって言ったのはまさにこのパターンで、結局金利を上げますってなるとだいたい話題で出てくるのがこれなんですよ。国債の利払いがってなるんですよね。そうすると財政状態がより悪くなってしまうのでっていうロジックで緊縮しましょうと。まあ、だからもう全てが決まってるシナリオだろっていうことなんですよ。まあ、だからそのダブル引き締めの可能性はあるぞっていうのはずっと僕は言ってきてて、もう まさにこのパターン、まさにこれ来たなって感じですね。もうだってマッチポンプじゃないですか、だって金利引き上げたのって自分たちで決めてるわけですから、自分たちで金利を上げるというふうに決めて、そう、自分たちで上げたものに対してこれだと利払い費が膨らんでしまうから、財政がって言って増税したりとか、増税ね、まあ、財政を出さなくなったりとか、もうだからもう完全にその何でしょうね、自分で演じてるだけでしょっていう自分の書いたシナリオ、でもまさにそれにこう着々とそのシナリオを実現しに行っていると、まあ、いうふうにしか見えないですよね。はい、うん、で財務省は27年度の国債費は24年度と比べ 27% 増の 34.2 兆円になると試算しています。10年もの国債の金利は24年度の 1.9% から27年度に 2.4% まで上がると想定しています。25年度以降の金利が想定より 1% 上回り
振れする場合、利払い費増加から27年度の国債費は当初の見込みより 3.6 兆円増の 37.8 兆円になるといいます。 2% の上振れですと 7.3 兆円増の 41.5 兆円になると。まあ、金利が上がった場合財政が圧迫されるということなんですね。まあ、だからこの先ほどからね、金利を上げて、でそれで利払い費が膨らむから財政がっていうのが、はい、もう全部書いたシナリオであるというふうに指摘しましたが、はい、であればその先のシナリオをもう書いてんじゃないのって思うわけで、じゃあその場合のシナリオ何なのかなと思うと、はい、金利を上げるじゃないですか、利払い費が増えるから財政の負担がってなるわけですよ、でそれを穴埋めしなきゃいけないって、どうせそういう話になるんですよね、はい、でただこの今の岸田政権の支持率で増税とかって、まあ例えばただでさえなんか支援金制度とかわけがない負担増政策言ってるわけで、はい、防衛増税まで言ってるわけで、まあ、ここで新たな増税を言うっていうのは今の支持率とか見るとかなりきついと、はい、どうやって彼らが埋め合わせを考えるかなっていうのをいろいろ思案すると、まあ、一つありそうだなって思うのが、今日銀が買ってる ETF、はい、これが今多分30兆円ぐらい含み益出てると思うんですよ、いやなんかこれを売ってネッティングするみたいな話をしそうな気はするんですよね、はい、まあ、今回その ETF も買い入れやめますってなって、やめますもんね、はい、で今手元にはかなりの額の含み益を持った ETF が残っていると、でその日銀が国債を買う場合って別に満期まで持ってりゃ償還される話なんで、はい、別にどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、リスク性のある資産ですよね、リートも ETF も、はい、今は儲かってますけど、はい、例えばこの後株式市場はドン下がれば含み損になるわけですし、それはね、下がるわけだ、はい、今は含み益は出てるわけですよ、ってことは売りたい、はい、でそれを売る名目口実が欲しいってなった時に、金利上げました、はい、利払い費負担が出ます、ええ、それを ETF の含み益を利益確定してその益で相殺する、そうすると日銀の ETF の保有量は減ります、はい、っていうような、はあ、そこまで考えている可能性もあるよなっていう気はしますけどね、だってもう どう考えたって、じゃあ今持ってるのどうすんだっていう議論がそのうち出てくるわけですから、いつどうするんだっていうことがもう昨日あたりから言われ始めてますからね。そうですね、だからそうするとなんか整合性のあるようなシナリオには見えるじゃないですか、はい、だから結局でも自分で全部描いた絵じゃんっていう気はしますけどね、はい、続いてはこちら、産経新聞、住宅ローン金利上昇圧力、日本銀行マイナス金利政策の解除で暮らしへの逆風として考えられるのが住宅ローン金利の上昇です。住宅ローンは一定期間か完済まで、この金利が同じ固定型と、もう一つ半年ごとに金利を見直す変動型に大きく分かれています。で、金利引き下げ競争の激化もありまして、変動型金利が 0.3% 前後と歴史的に低いわけですが、マイナス金利解除で変動型金利には上昇圧力がかかりやすくなると。で、多くの銀行は向こう半年間の基準金利を4月と10月に決めます。4月に基準金利が引き上げられれば、最速で7月返済分から新たな金利が適用される可能性があります。仮に変動金利が 0.1% 上昇しますと、3500万円を35年ローンで借りた場合の返済総額70万円程度増えるとされています。まあ、こうした住宅ローンの影響ですが、これは日本経済にとってはどうなんでしょうね。そうですね、まあ、現状今その住宅ローンの利用者の7割ぐらいっていうのが変動金利を選んでるわけですよね、はい、まあ、目先金利固定より安いんでと、はい、で今回そのゼロ金利にする、まあ、マイナス金利を解除するってなった時に、まあ、結構地上波とかでよくやってたのが住宅ローンの返済がって話なんですけど、はい、まあ、冷静に見るとおそらく今回のマイナス金利の解除ぐらいだったら変動の金利がズコンと上がることはまあないだろうというふうには思うんですよね、はい、ただ一部の金利、例えばその今回マイナス金利を解除したことによって、じゃあこのあとどっかで追加利上げするんじゃないのって、はい、それは普通に考えたら思うわけですよね、でそうすると長期金利の方もじわじわと上がってくるってなると、固定にも固定金利も上がるわけですし、固定も、ね、でそうこうしているうちに今は影響ないって言いましたけど、変動金利の方も上昇圧力がかかる可能性はあるんですよ、はい、でそうするとこれシンプルに考えて、
家買った時の返済額が固定だろうが変動だろうが、どっちの方選んでても返済額が増えることには変わりないんですよね。で消費が圧倒的に弱いっていうのがデータで出ている中で、結局その返済額が据え置きおは増えるしか、この2択しかない状況を今作ったわけですから、はい、どう考えても消費にとっていいわけがない。そりゃそうですね、なのでこのタイミングで解除した意味って何なのっていうのが、もう僕はずっと指摘している話なんですよね。はい、どう、まあ、その結論としては今現時点ではやはり日銀が、まあ、戻したかったからやっぱり、まあ、これは僕が勝手に思ってることなんで、全然正しいか分かんないですけど、はい、やっぱ上田さんのスタンスとしてはいわゆる異次元って呼ばれている教科書に載ってないようなものはやりたくないっていうのが、はい、まあ、それは学者ゆえなのか分かんないですけど、あるんじゃないかと思うんですね、はい、マイナス金利だとか、中央銀行がリスク性資産のある ETF とかを買うとか、まあ、その本来は市場に任せておくはずの長期金利を日銀がコントロールしたりとかっていう、なんかその教科書的じゃない政策が嫌だっていうのが多分もう根本にあったんじゃないかなっていうふうに思いますし、僕は前からそう思ってたんで、逆に今回一斉に全部やめたっていうのは、まあ、その行為自体におかしいとは思ってますけど、はい、腹落ちはするんですよ、ね、いわゆる教科書に載ってないだろっていうやり方を全部消したわけですから、だそういう意味ではなんか、もうそういう国民経済がどうとかっていうよりも、はい、結構自分のポリシーを優先したっていう印象を受けますけどね、まあ、ただそこで何度もこれも出てきてますけれども、今じゃなくてもいいのにっていうね、だから直したいって気持ちは分かりますよと。多分アメリカがですね、今の時点でいうと6月に利下げをするんじゃないかっていうのが、今の市場参加者の 55% ぐらいが今そうやって見てると、はい、で仮に6月に利下げするってなっちゃうと、アメリカが利下げ局面、利下げサイクルに入っている中で、日銀がそのタイミングで緩和をやめていくっていうスタンスを取るのはかなり圧力が出てくるはずなんですよ、はい、でそういう意味で言うと、アメリカが利下げサイクルに入る前にやっちゃいたいって思ったんだとしたら、やっぱ3月4月っていうタイミングだよねと、はい、でそこは理屈はわかるんだけれども、そこで問題になってくるのは、いやちょっと待てと、どっち向いて仕事してんだって話なんですよ、はい、いや国のことやるんじゃないのっていう、なんかそのアメリカさんの顔色じゃないでしょって、っていう気はしますけどね、はい、時刻7時33分です。時刻7時35分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。香港立法会、まあ、議会にあたるところですが、昨日スパイ行為などを取り締まる国家安全条例を全会一致で可決しました。香港政府は中国の全国人民代表大会が開会中の今月8日に立法会に条例案を提出。立法会は政府を支持する親中派がほぼ独占していて、審議開始からわずか11日後の異例のスピード成立となりました。条例は23日から施行されます。この国家安全条例というのが、中国主導で2020年に施行された国安法、香港国家安全維持法を補完するものです。で条例成立によって、香港で社会統制が一段と強まるのが必至で、言論報道の自由の後退ですとか、外国企業のビジネス活動への悪影響などを懸念する声が内外で高まっています。親中派による香港の統制強化ということのようですが、これは森永さんどう受け止めますか。まあ、日本の観点からすれば追い風でしょうね、はい、やっぱ今までこうアジアでビジネスやろうと思った時に、はい、やっぱ中国とか香港で仕事をしたいとか、また中国香港に投資をしたいって思ってた海外の方からすると、まあ、こうなったらよりね、脱中国を進めなきゃいけないって話になって、はい、じゃあでもアジアでビジネスしたい、アジアで投資したいってなるとどこなのっていうと、まあ、アジア圏で次に大きい経済国は日本ですから、はい、そういう意味では、まあ、香港の人からしたらたまったもんじゃないでしょうけども、日本の観点から見ると、そうかそうか、日本から見るとね、脱中国の流れで日本が恩恵を受ける、は
っていう気はしますよね、はいはい、でこちら香港では国安法が2020年に施行され新条例の禁止対象というのが国家秘密の窃取盗み取るですねあと反乱にも広がって一部は海外での行為も条例違反に問われると最高刑は反乱に適用される終身刑というふうに言われてますね、うんまあ、こういうことがあるともう一つ日本政府の観光局は昨日2月の訪日客数が278万8千人だったと発表しました新型コロナウイルス流行前の2019年2月を 7.1% 上回り、この同じ月としては過去最高となりましたで旧正月の春節の連休で東アジアからの客が増えたと中国客はコロナ禍前と比べて 36.5% 減っていて回復には至っていません中国の春節休暇2月10日から17日までの8日間でした23年の春節は1月でした中国は国や地域別では台湾に次ぐ3位の45万9400人19年の訪日客のうち中国客の割合は全体の3分の1ほどでしたが今は2割以下となっています訪日中国人が減少ということなんですがこれはどうご覧になります？まあでも全体の訪日客数が増えた中で中国の比率が下がっていったっていうのは日本にとってはこれもいいことで、はいまあ、やはりその何でもそうですけど分散されていることっていうのが重要なわけですよね、はい、だってもうそのインバウンドが全部中国人に頼ってますって話になると、例えば中国から何かしらの理由で出国できないとか日本には行っちゃいけませんみたいになった時にインバウンド産業ボロボロになるわけですよ、ボロボロですねまたねまたそういう意味ではこうやって分散されていっているっていうのは、いいことだと思いますし、逆にそのねアジア圏他の国の方から見ても日本っていうのは行ったら面白い国だと思ってもらえてるってことですから、これ自体は別に結構いいかなと思いますけどね、はい時刻7時39分ですこの後は武田鉄矢今朝の三枚おろしですおはようテラちゃん今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです1995年通勤客などが無差別に狙われたオウム真理教による地下鉄サリン事件では都内を走る3つの路線で猛毒のサリンがまかれ14人が死亡およそ6300人が被害に遭いました今日で事件の発生から29年になるのを前に被害者の会の代表世話人で事件で夫を亡くした高橋静江さんや弁護士などが法務省などを訪れ小泉法務大臣と公安調査庁に要望書を手渡しました要望書では教団の後継団体から被害者遺族への適切な賠償が行われるよう協力することですとか後継団体への監察処分を継続すること風化を防ぐために事件の記録や資料を保存することなどを求めていますあれから29年なんですねなんか当時はまだ小学生だったんですけどすごくテレビでニュースがこうざわざわやっていて、なんかすごいことが起きたんだろうなっていう防護服を着たねそうですよね、なんか今でもこう地下鉄の地上出口のところにすごい多くの方が倒れてて治療を受けてたりするのをなんか引きの映像で撮って流してたのが、まあ、今でも覚えてるぐらいショッキングだったなっていう、はいまあ、この事件は絶対風化させてはいけない、まあ、対策もいろいろね取られてはいるんでしょうけれども、ねはい、あともう一つです産経新聞政府は昨日子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する日本版 DBS 創設法案を閣議決定しました子どもを性被害から守るため学校保育所国が認定した学習塾などに確認を義務付けます性犯罪歴がある人は刑の終了から最長20年採用されないなど就業を制限すると
で雇用主側が子どもの訴えなどから性加害の恐れがあると判断した人には配置転換などの安全確保措置を行います。今国会に法案を提出し成立を目指すもので、相次ぐ子どもの性被害を根絶できるかどうか、こちらが問われています。職業選択の自由とのバランス、これも求められます。学校や保育所、幼稚園などに確認を義務化、学習塾、放課後児童クラブ、スポーツクラブなどは国が設ける認定制の対象とします。参加は任意で、認定を受けた事業者は広告などへの表示、これが可能となりまして、性犯罪歴の確認の義務を負います。紹介の対象は裁判所で有罪判決が確定した前科に限定すると。で拘禁刑、懲役刑と禁錮刑、2025年に一本化してますが、この拘禁刑の場合で刑終了から20年、罰金刑以下は10年とするということですね。森永さん、お子さんいらっしゃいますけれども、そうですね、だから子供がいる親の立場から言わせてもらうと、いや正直その刑が終了してから、なんか20年とか10年とかっていう制限、いるかっていう気はしちゃいますね。いやだって普通にしてたら性犯罪しないじゃないですか、したってそれだけでおかしいのに、その人はなんか10年ぐらいしたら OK ですって、親の立場からしたら怖いですよね。そうですね、あと再犯率も高いなんていうふうに言われてますしね。いやだからまあそのね、いろんな観点から法整備っていうのは検討しなきゃいけないんですけど、まあ、あくまで子供がいる親という立場から見れば、過去にそういうことをしたっていう事実がある以上、別にそこから何年経とうがそういう人に関わってほしくないって思うのが気持ちは普通だと思いますけどね。あとはもう早く決めてほしいというね。そうですね、まあ、今国会に挙げるということは言われておりますけれども、いや本当子供がねこういう被害に遭うと、ずっと引きずるじゃないですか。どう考えたってトラウマになってね。いやだから本当にこれは厳罰化も含めやってほしいですね。今朝のコメンテーター、経済アナリスト森永康平さんでした。森永さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この後はお隣さんをお送りします。おはようテラちゃん、また明日です。今日もいい一日になりますように。